今週も始まりました週刊プレゴル TV でございます。はい、今回もこのメンバーでお届けしていきたいと思います。ツアープロコーチの上村健太プロと、よろしくお願いします。プレミアムゴルフクラブの佐木和成さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、今回は、前回大きな振りをさせていただいたので、うん、上村健太プロコーチ、上村健太が、うん、まあ、中継だったり、うん、まあ、試合会場だったり、うんうん、でこの選手のここを見た方がいいとか、この選手のここね、はい、うん、あとは今まで見ててこの選手のここすごいんだよねとか、あ、そういうところをこう教えていただければ、うん、これ男子女子誰もう含めて、しかも、まあ、それこそコーチ目線で見た、うん、逆に、うん、見てない選手でもコーチ目線であの選手すごいよねとか、うん、あのね、前に佐木さんが、うん、まあ、試合に出て比嘉一貴プロがすごかったよみたいなのを、うんうん、まあ、この選手のここすごいんだよみたいなのも教えていただければ、うんうん、ほう、まあ、そしたら、まあ、まずその僕見てるじゃあ臼井玲香っていうプロなんですけど、はい、まあ、そんなに体も大きくない、はい、で、まあ、背も細いんですよ、うん、でも、まあ、そこそこ飛んで曲がんないパターうまいみたいな感じなんですね、うんうんうん、で彼女のいいとこはまずやっぱり瞬発系の体をしてるんですよ、うん、瞬発力がすごい、うん、で速い動きができるんですよ。ババンババンっていう、あんまりこうねっとりゆっくりみたいな感じじゃなくてパン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 ってこう動くタイプなんで、うん、だからクラブなんかもあんまりこうループとかさせないで、うん、本当に直線的にパン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 で常に同じプレーンで同じ動きをするっていう選手なんですよね、うん、だからまあそうだな、結構その体があんまりない人でも、うん、その瞬発さえあれば、うん、もう綺麗にシンプルにクラブを動かしてああいう球が打てるぞの見本なんですよ、うん、球も飛ばせるし、そうなんです、そうなんです。だから、まあ、彼女はまあ本当にショット曲がらない感じと、あとやっぱねパターン上手いんですよ、うん、パターン基本オーバー、あー、もう上手い選手の典型ですよ、基本オーバー、うん、で基本オーバーはね、俺やっぱりね昔見てすごいなと思った谷口徹さん、あ、基本オーバー、そうですね、うん、5メートルとか2メートルオーバーするから平気で本当にポンって打ちますもんね。そうで俺びっくりしたのが、ね、谷口徹さん、昔俺あの今井勝宗プロのコーチをやっていて、うん、で今井さんがこうパターン悩んでて、まあ、ちょっと練習してるわけよ。でこうあのね5メートルぐらいのこの、まあ、5メートルぐらいな、3メートル4メートルぐらいのスライスラインをこうやって練習したの、うん、でケイタはこれどれぐらい曲がるかなとかって、いや2カップぐらいですかねとかって、ああもうちょい曲がるかなとかってやってたわけよ、うん、でいや、やっぱ読みって難しいよなとか言った時に谷口徹さんがこうやって来たの、うん、で、あ、谷口さんこのラインどこ向かって打ちますっつって、こうやってラインをしたら、うーん、左縁って言ったいやいや、左縁なわけないじゃないですか、じゃあ打ってみてくださいよ、次は左縁だよこんなもんってパーンって打ったら入ったわけよ、うん、でもボール出てったの追加ぽくらい左なの追加ぽくらい左に出てスライスして入ってるのに、うん、本人の中で左縁なんですね、縁なのイメージは、そうすごいよ、だからカップ1個とかも全部真ん中に見えちゃってるね、それぐらいすごい、でもラインがこう見えちゃってる、すごくない？それってでも逆に言うと左縁が入り口っていうイメージなんですかね、わかんない、まあ、感覚そうなんだよね、そう、こんな左縁だよスポーンとってすごいですよ、やっぱりパターを打つ、うん、まあそうですね、うん、打っての距離感だよね、うん、距離感出そうとするとアマチュアの人ってね、やっぱりこう緩んだりと感じ出しちゃうみたいな、うん、撫でるみたいになっちゃうから、うん、撫でると一番ボールってね進まないし、うん、芝目にいきなり負けたりするから、うん、やっぱりねいくら下りの短いやつでも本当1センチでも打つっていうのが大事かなって、うん、それはやっぱり薄い例かな、やっぱり打てるよね、うん、うん、あの子も強気なパッティングが、うん、まあ見てほしいところかなと、なるほど、うん、あとなんだろう、女子、まあこの間ねそれこそ工藤遥か、うん、勝ちそうですね、惜しかったんですけど、ね、最終日が、まあね、なかなかやっぱり最終日のあの位置での戦い方っていうのがまたあれも経験なんだろうね、うん、うん、3日間やっぱりトップでいて最終日にちょっとグッてこう崩れちゃうっていう、決して多分まあゴルフの感じは悪くないはずなのよ、絶対、うん、だけどやっぱりその最終日の優勝かかった時のプレッシャーをどうね受け止めてゴルフやるかっていう、そこはもうねやっぱり技術じゃないところみたいな、そうですよね、うん、
ね。でも、まあ、チャンスはね絶対彼女が来ると思うんで、やっぱり彼女が飛距離ですよ、うん、だってもう距離なんてもうほとんど俺と一緒なの全部280、そうドライバー270、うん、でもアイアンの番手も全部一緒は、俺が女子ツアーの中に入ってること一緒、へそうすごいですよやっぱり。でいろんな女子プロに聞いても誰が飛ぶって言ったらやっぱり密かに工藤遥香さんっていう、うん、やっぱあんまこう振り回して飛ばすタイプじゃないの、うんうん、もうナチュラルに本当に体の使い方とあと動かす順番がうまい、あ、うん、力も伝える順番がうまい選手、やっぱり200勝投手の血は伊達じゃないですね、本当そうだと思う。だから彼女なんかやっぱ本当ねバット素振りを本当1日1000回やるとかさ、うん、そういうのをこう続けてる。でお父さんがああいうピッチングとかああいうの多分ちっちゃい頃から見てるからなのかもしれないけど、うん、動く順番が本当に綺麗に下からここ動いていっ て最後手に伝わってクラブみたいな、うん、動く順番がめちゃくちゃいいから、うん、だから無理にバチンって飛ばしてる感覚がなく、うん、めちゃくちゃ飛ぶ。あのスイングタイプ的に言うと結構逆ですよね。逆でさっきの全然全然薄いレイカープロとは。そう彼女はあのそう工藤遥香なんかちょっとこう間があってガンっていう感じだもん、うんうん、ああいうのもやっぱり真似できるといいかなっていう、うんうん、あとなんだろうな女子で、まあ、最近すごいのはやっぱ稲見、うん、あと小祝、うん、小祝桜すごかった。俺宮崎の合宿でフェニックス行った時に打ってたのが彼女、俺初めて生で見たんだけど、うん、いやすごい球打つよ、男子みたいな球打つ。そうなの、うん、もう5番アイアンとかでこんな高いバーンっていう球打つから、すごいよあの子のショットは、うん、これは強いなと思った。へえ、うん、あとモネはねやっぱりもうマシーンだね。だって昔高校生ぐらいの時ずっと教えてたんでしょ。もう高校生どこかモネは9歳の時から教えてた9歳でゴルフ始めて何ヶ月ですっていう時に来たんだ大会まで。あ、そうなんだ。で9歳の時からずっと教えてたもんね。18ぐらいまで。あ、そんなこと教えてた。そうそうそう。でそっからだからまあいろいろとコーチ見つけて今の奥ちゃん、はいはい、奥島コーチ、まあうまくいってるよね。うん、うん、すごい素晴らしいコーチですから奥ちゃんは。うん、でさらにもう磨きがかかったみたいな感じですよ、うん、もう昔からやっぱうまかったよそりゃ、うん、俺は見てる頃もナショナルチームとか入ってたわけだから、うん、すごいうまいし、まあ、彼女はやっぱり練習量がもう鬼のような練習量、それこそ慎吾さん以上かもしれないぐらい、うん、あ、そんなにとんでもないずっと打ち続けるから、うん、それぐらいの練習量だからやっぱりもう同じリズム同じ動きをこう何回もするみたいな、もうマシーン、それにさらにやっぱりね最近磨きがかかってるような感じ、だから強い時の不動産みたいな感じですね、イメージは。本当そうだと思う、うん、だから稲見、小祝、まあ、あとはねそのレイチェルとか工藤遥香なんかも注目して、うん、そういうとこ見ると面白いかなと思う、うん、男子は男子誰だろう、だからまあ来てるのね、ああ、ケイトさんちょっと見てくださいよ、ちょっとドライバーどうですかねっつって一発目パーンって打ったら333ヤードそうですね、すごい一発目